はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。近藤辰之様、郁夫様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。あれをたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。政策報告会というのを考えております。来年6月の都知事選に向けてですね、都内各所で、まあ、公民館みたいなとこを借りて、政策報告会、質疑応答がメインだと思うんですけれども、皆さんのいろんな質問に答える活動を、まあ、月1月に選挙が近くなってきたら、まあ、一周みたいにやろうかな、考えております。まだ1年ありますんで、おいおいとですけれども、講談社フラッシュ、来日したゼレンスキー大統領の現在位置を生中継したテレビ局に非難5号、日本のテレビ節度なくないというです。そこの記事の内容ですけれども、こんな意見があったと取り上げておりました。フラッシュでね、大統領の現在位置を中継すんな、大統領の安全が最優先、今すぐ中継をやめてほしい、NHK は大相撲を中断して生中継し大統領を追い続けた、ゼレンスキー大統領が〇〇空港に到着しました、〇〇国道を走行中生中継とか、全世界から危機管理意識のなさが批判され、日本のマスコミに常識がないという悪評判がつくだけと、一般の反応、この記事に対する皆さんの意見なんですけども、わざとやってんのかと思った、見てて怖かった、カメラ位置からは狙える、まあテレビ局のヘリはカメラで、まあ超望遠とか使ってるんですけど、まあそのヘリに乗ったら狙えるわな。いや、普通大統領の現在位置を生中継とかしないから、こう思ってた人たくさんいただろう。こんだけ自由にやっておいて、報道の自由ガーとか言ってんだから笑えるわ。豊田商事視察事件をの顛末を面白そうに生中継、窓ぶち破って入るとこからずーっと映してた、オウム真理教村井秀夫視察事件の顛末を面白そうに生中継、日本人の不幸が何より大好き、他人の命より取れ高、取れ高っていうのは業界用語でですね、よし、こんだけ取ったら大丈夫だろうみたいな、傘良質のことを出そうであります。まあそれが日本のテレビ局の本性ですね。ゼレンスキー大統領の命を危険にさらすためわざとだろう、っていう意見が多かったであります。それもあるね。この人間のクズどもはですね、何かあったらいいな、ワクワクしながら中継してたに違いないであります。特に NHK はですね、大相撲中継を中断してまで中継してたっつうから悪質ですよね。12年前のフジデモから一切自浄されてないテレビ業界、今現在スクランブルでも絶賛無視中っていう、今度は6月11日に NHK 受信料ネット徴収反対デモやりますんで、皆様よろしくお願いします。まあ、治療不可能、なんせ自分らが悪いとか微塵も思ってないからね。自分は一切困ってないんで悪いとも思ってないし、改善しようと思わないのはサイコパス、ソシオパス、自己愛性人格障害などと同様であります。お前おかしいから治療しろよ、言っても言うこと聞かねえ、おかしくねえわっつってね、おかしいのに。現在位置中継が終了後、ゼレンスキー大統領記者会見生中継、もう事件起きねえな、起きそうもねえな、興味を失った NHK、 会見中継をぶった切ってどうする家康の開始、放送開始、なお中断しなくても20時に会見は終了したようであります。一般判断です。大河ドラマなんかやっとる場合ちゃうやろ。ゼレンスキー大統領の会見を途中で打ち切って意地でも大河ドラマを放送する NHK って本当に…記者会見を全部中継してても8時に終わったのに大河を優先して中継切ったの、バカなのか、 NHK はなぜ中継せんのか、NHK に放送倫理を期待すんなよ。今日はむちゃくちゃ払っとったわ、受信料返せ。この人はちゃんと払ってんだな。こういう時のために受信料取って採算度外視で報道するのが NHK の役目だ。そうだよね、スポンサーいないんだからね。
どうする NHK どうするどうすんの、映像の世紀21世紀版を NHK 以外が制作するとしたらば、当時のテレビ局は筆頭の NHK からしてこの有様でしたって取り上げられそうな事件ですわね。民放だったらばですね、スポンサーに怒られるんで時間通りやんないと、言い訳もありますけれども、スポンサーねえんだから NHK にはね。昔はあの野球が伸びて30分ぐらいのあの遅れでドラマの放送開始したこともあったんですけど、今は違うんすかね。テレビないからちょっとわかんないですけども、総務省有識者会議で将来的にはスマホから受信料を徴収で一致したを受け、6月11日日曜日 NHK ネット徴収反対デモを開催します。よかったらご参加ください。例年の6月11日の天気調べたら、雨が 35% ぐらいなのね。まああの6日晴れて雨の日が3、4日、晴れたらNHK を滅ぼす転移を受けたということで、日本政府ウクライナと協議してトラックやら自衛隊車両やら100両程度と、ミリ飯、これ戦闘糧食って言いますね、ご飯3万食、負傷兵の治療などを支援すると大統領に約束。大統領、G7 の支援は一生忘れないと感謝。さらに本当は兵器も欲しいですよねっていうですね、マスゴミ、ゴミマスのトラップ質問にもですね、正直欲しいが日本に法的な制約があることを理解している、冷静に対処しておりました。トラップに引っかかんなかった、一般反応、事実上の参戦だな、胸をなんか言え、兵器は提供できんからな。車両に戦車は含まれる、含まれんのかな、戦車は平均なんじゃないかな。救助はロシアには通用せん、耐用年数間近の車両と期限切れ間近のミリ飯で恩売れるなら安いもんだ。意外と軽トラとかめっちゃ役に立つと思う。戦場で実績のあるランクルが喜ばれそう。パヨ、ランクルは平気ランクルは平気、中東ではよくあの改造されて、なんか後ろに機関銃かなんかしょっちゃって、あれはあのハイラックスとかですかね。ランクルの他にあったな、なんだっけ、トヨタのトラックの忘れちゃった。パヨとゴモがですね、憲法違反、戦争に巻き込むななどと暴れておりました。この100両程度の車をあげる、飯3万食あげる、パヨが嫌がるイコール国益、国益っちゅうとなんだかな分かんないんですけど、日本と日本人の利益っていうと分かりやすいですね。日本人の利益つってもいいかな。日本人のあの塊が国家なんだから、それにですね、あの武器輸出三原則なんて法律化されてないし、ただの原則ですし、それに縛られるのもあの敵の思うつぼですしね。憲法違反だって言うんだったら、何条の何にどう違反してんだか指摘はしないんですよね。本人らも分かってね、なんせあのバカで幼稚で、そのため貧乏でモテないとパヨルっていう法則がありますから、確信があるんだったら、憲法違反って確信あるんだったら違憲裁判でも起こしゃいいのに起こさねえ、実戦経験がないと国産兵器の輸出できないから、なんとかしてあの兵器、実戦テストしたいとこですね。この16式105ミリ砲運搬六輪車というのは、政府民生品です。防衛省民生品です。パヨの議員ね、立憲とか共産党。ではこの90式120ミリ砲運搬キャタピラ車というのは、民生品です。こういう展開も期待しております。無理やりあの車両だっつって戦車あげちゃうんですよね。でテストしてもらう。雪国最強の軽トラ4輪4区、軽トラの4区が意外と大活躍すかもしれません。あの軽トラの4区っつっても、あのフルタイムってあんのかな、パートタイムでですね、普段はあの2区後輪駆動で走ってて、山のすげえとこ行く時だけあのデフ直結の、4区にするっつうの、これあのド型のバイトした時に、山の上り下りで普通はあの車が登っていけないようなとこ、荷台にですね、軽トラの荷台に 4,5 人乗って、こんな坂
ゴーンって登ってすげえなって思ったあの経験があるんですけれども、まあ、軽トラ4駆、すごいっすよ。雪国、ウクライナなんか雪結構踏んだし、これはあの最強なんじゃねえのかな思ったり、G7 共同声明、台湾海峡の自由と安定は重要、中国共産党内政干渉が強烈な不満が断固反対が、垂水秀夫中国日本大使館大使を呼びつけ抗議したそうであります。それに対してあの垂水秀夫大使、お前らの態度が悪いからそう言われるだろう、言われたくなきゃ態度改めろ、態度改めなきゃずっと言われるわって反論したそうであります。一般判、やればできるやん、ブチ切れとるやんけ、これぐらい言い返すのがスタンダードよな、世界標準、グローバルスタンダード、アメリカに言われてるから強気、海戦は規定路線、腹くくったんだろ、日本が逆切れは珍しい、宣言に逆切れしたのは中国だぞ、宣言に逆切れして呼びつけて、まああの日本大使は逆切れに反論したってだけで、日本大使が逆切れしたわけではないですもんね。議長国だからってこじつけて文句言わなそうなんですね。日本の大使だけ呼びつけておいて、この赤っ端と、かえってですね、態度がそのままならずーっと言われ続けるかな、釘刺されつって笑っちゃうんですね。岸田総理、2027年までに防衛予算10兆円、やはり海戦は規定路線ということで、必ずある、2027年までには必ずあるんじゃないか、中国にその気なくてもですね、アメリカにはめられるんだろうな、なんでかんで戦わざるを得なくなるんだろうな、パヨ、中国を敵に回したら中国から輸入している食料はどうなる、中国はむしろですね、食料輸入国であります。ちょっと前まであの食料輸出国だったんだけど、輸入国に転落してしまいました。多くをアメリカから輸入してるっつうお笑いであります。主に大豆、トウモロコシですか。それじゃあね、あのアメリカ大使を呼びつけて怒るなんてことできないですよね。売ってもらってるからね、食料。開戦して中国への食料輸出が止まったら、アメリカのあのコーンとか大豆とかダブつきますんで、それ回ってくるから全然心配いりません。パヨの仕事はですね、人を不安にし社会を混乱させることであります。ほとんどは嘘とデタラメなんで、冷静に論理的に考察を言い返す。なんやかんやってあの終了した G7 をエージェント宗男が総括してました。失望したなんで武器を置いて停戦しようって提案がないんだ。 G7 に失望した。一般反応、まあ宗男はそう言うだろうな。宗男の思い通りにいかなくてよかった。維新はさっさとこのスパイを除名しろ、さっさとロシアに亡命したら。日本人は宗男に失望してるよ。宗男がいるから維新に投票できん。なんでこんなやつが議員やってんの。実刑2年、追徴金1000万円これなんかあの横領だか詐欺だかで、実刑食らってるんですよね、この人ね。今75歳、いつまであの減らず口叩くつもりなんだろうか。エージェント宗男が失望したっていうことは、 G7 はあまあまあ成功したっていうことですね。こいつロシアの代弁者ですから。武器を置いて停戦しろ、今停戦したらウクライナの一部を占領しているロシアが断然有利になってしまっちゃいますよ。ロシアの思うツボですよ。そのまま休戦なんてことになったら、占領している場所は永遠に戻ってこない。北方領土みたく。丸山穂高さん、武力以外で帰ってこないでしょ。これ真実ですよね。本当のこと言ったら、何度かあの維新が激怒して、なんかね、あの、宗男のことは放置してるし、ロシアと、なんかあんのが維新はというような疑いさえあんですけれども、まあ立憲よりマシかっていうことで、自民がどうしても嫌っていう人は、維新、立憲に入れるぐらいだったら維新のがいいのかなって気はしますけれども、まあ真実言ったら怒られるっておかしいよな。昔からですね、あの領土の大化は血のみっていう言葉もありますしね。その昔ですね、あのロシア帝国がアメリカにアラスカ売っちゃったのは、
寒すぎて統治不可能な無価値な土地って思ったから、あとロシア帝国がバカだったあということもありますし、例外中の例外ですよ。ムネオが失望したならそれが国益ですね。なんせあのロシアは現在も島を不法占拠中の敵国ですから、日本にとっては敵国ですから。はっきり言ってですね、サンフランシスコ条約、日本が負けてさ、そんで国際社会に復帰するとき交わしたサンフランシスコ条約に、ソ連、当時のソ連は、参加してねえから、実は、日本とロシアは、未だに戦争継続中って形になってるんですよ、実は。平和条約も結んでねえし、なんでロシア人日本に来れんのかなって疑問に思いますけれども、ロシアの弱体化は国益ですからね。ウクライナは北海道に攻めてくる気遣いねえんだしね、日本のメディアがバカで幼稚で嘘つきで人間性も最悪であることは世界に広く知れ渡った事実ですが、報道関係者に聞きました。あなたにとって事実をありのままに伝えることはどれぐらい重要ですか。アメリカ 98.3%、 イギリス 93.0%、 フランス 96.5%、日本 65.1% と、日本の報道関係者の3分の1は嘘でもいいやって思ってるっていう、そういうことになりますね。一般判断です。新聞部数が減るのも当然、一応嘘ついてるって自覚はあるんだまあ確信犯ってやつですか。ジャーナリストじゃなくて工作員だもんな。権力の監視とか勘違いしてる過激派並みの活動家ばっか。これで報道の自由がどうとか笑わせる。体感だと3割もいない気が。まあ真実を伝えることが大切だと考えるジャーナリストなんか3割もいねえんじゃ。見え張ってない？もっと低いだろ権力を監視しないとと考えるジャーナリストなんですけれども、調査の結果アメリカ 35%、 日本 91% だったそうで、権力を監視しない、日本の自称ジャーナリスト報道関係者は9割が権力を監視しないとって考えておる。なんだその上絡みですよ。どいつもこいつもね、反政府活動家で嫌になっちゃうもんね、もう。来年夏の都知事選立候補しようと思ってるんですけど、公約にですね、記者会見しませんっていうのを入れようかな。都政情報は YouTube 見てね、そっちで発表してますから、寄せられた質問は後日厳選してお答えします。くだらない質問はよこさないでね。今記者会見の質問くだらねえのも多いですからね、そういうのは無視と。これで記者クラブ潰せますね。あいつらの存在価値って真っ先に情報を得られるっていうのと、その情報を仲間内で独占している。だからこれマスゴミ、ゴミマスっていう権力を弱らせられますよ。官房長官もね、総理もね、もう記者会見やめたら。みんなね、ネットとかで、公表したら。ツイッターも今ね、月1000円払うと、1時間の動画載せられるようになりましたんで、そっち利用したら。なね、で、記者ども、干上がらしたらいいじゃん。どうせ敵なんだからさ。って、思う今日この頃であります。というわけで、チャンネル登録の方よろしく、お願いいたします。メール登院様も大募集しております。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。